バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。忙しくてね、ただいまね、株取引をしてまして、大体月300万ぐらい、利益を稼ぐ程度のロット数ですね。株500本ほど今投資し、開始しました。国際株で、2000万ですね。2000万株を投資しました。私の金です。デモじゃないです。ちょっとお見せします。こちらなんですけども、左側と右側もあるんですけど、右側も入れたら、また数百万入ってますけども、3000万ぐらいでしょうかね。で、左側国際株でね、株を落としてるんですけども、これ、5分足なんですよ、左。で、ちょっとの微妙でね、動くんで、今、立ち上げたばっかして、プラス2000ですね。大変難しいんですよね。ちょっと動くだけで10万ぐらい飛んじゃうんで、最初のスタートが肝心でね、どうなるかなということでね、投資しましたけども。で、500本も落としたんで、一応ちょっと初めなんでね、ストップレンジも作ってたんですけども、方向はこんな感じなんですね。それで、全体見ますとこんな感じなんで、ストップはもうちょっとでね。で、上ぐらいで利益、こんぐらいでね、こんぐらいの利益食いだけで50万か100万、50万ぐらいでしょうかね。50万か100万ぐらい、80万ぐらいいっちゃうんでね。この利益食いぐらいでね。一応、そんぐらいに目安して、近くなったら、損切りもまた調整しながらね、稼いでいこうと。この上上がって、これ冷やしなんですよね。だいたい月に、このまま上昇していくと、この上までで100万ぐらいですから、この損切りがね、利益食いでね。で、1、2、3、4、4日ぐらいでね、100万稼ぐ、ロット数ですね。500本ほど株、国際株投資しましたけど。さあどうなのかな？今5分足で上がってますね。今まだ2800円の利益ですね。ここで打ったんで、相当ね、上がってきたですね。もうちょっと上がるだけで、これは5分足なんですね。もう4000円ですね。ちょっと動くだけで。今、上がってきましたね。またね、嬉しいですね。ポジションマークね、変えたかどうかわかんない、自信がないんだけど、こちらのね、通常通貨国も見ないとね、上がり下がりわかんないですよ。これで、株とね、通貨国を、これですね、必ず監視するために10分ごと忘れないようにね、監視しないと、最初のスタートはね、すぐすっ飛んじゃいますから。たった5分足のこれだけでね、5000なんですよ、もう。だから、大変ですよね。もうこれ、ちょっとだけですよ、これ。これ見てください。全然動いてない。片とこ全然動いてないんでね。こう。ね。全然見えないでしょ。これで15分足のほんのちょびっとですよ、これ。これだけでもう5000円だからね。
大変なことですね。さあ、出足はなんとか、こんなに全然見えないです、ストップ。これですね。ここから上昇してくれればいいんですけども。ね。まあ、だいたい、うまくいくと月300万利益ですね。最大で300万、500万円いくかな。場合によっては500万円いきますよ。月ね、利益ね。これはライブ講座ですからね。さあどうかと開始位置が問題でね。うん。うまくね、この損切りしたとこから離れてくれっていう上にね、そういう勝負ですね。離れちゃったらまああとほったらかしていいんですよ。利益今度ここにポジション置いてね。損しないように絶対に。あんまり近づけたら落っこった時に全部切れちゃいますから。ね。こういう時なんね。15分足でこんな感じ。さあ、どうか上がってくんないかな。このままの上昇だと、うまく成功すれば、ね。上がってきますでしょ。このメモリだけで、10万ぐらいいくんじゃないですか。10万ぐらい。このゲージメモリありますでしょ。これだけで10万ぐらいですから。上がれば。これだけのマスで。このマスだけでね。そんな感じですね。ちょっと楽しみだけど、ちょっと怖いですよね。また下がってきたので怖いですね。離れ切ってくれっていう感じですね。株の投資もバイナリーオプションのスペシャリストの浜岩先生は実際やってるんですよね。こう、このようにね。それで利益取ってます。怖いなぁ、本当に。めっちゃ怖い。